かいよ。下からアングル。うん、眠れた。ベッドに入ったらもうバタンキュって感じで寝た。おはよう。このアングルいい？下から？おはよう。あ、お仕事お疲れ様。頑張ってね。おはよう。ねむねむ。かまちゃんかわいい。ありがとう。ありがとう。おはよう。しみこさんかわいい。ありがとう。りおさんかわいい。ありがとう。おはちゃ。まつさんレインボースター。ありがとう。眠たい。おはよう。あ、髪型めっちゃ可愛かった。嬉しい。久しぶりにツインテールしたの。嬉しい。おはよう。またしよう。またしよう。じゃあそう言って言ってもらったら。おはよう。あ、よかったのし、お、見とく。ありがとうね。嬉しい。パンダ。ありがとう。ありがとう。小さな巨人かっこよかった。嬉しい。ありがとう。おはよう。ソラさんとご飯行く予定立てました。まだ立ててない新しい予定。ね、ツアーとかも始まるからね。それぞれに7月行けたらいいなって感じだけど、ちょっと忙しい。私がツアーをとりあえず愛媛まで終えたぐらいで、多分ソラハさんの方が忙しくなりそうなんだよね。どうなんじゃろうか。おはみん。行きたいな。でもまたご飯。おはよう。メールの名前ってなんだろう。メールの名前ってなんだろう。アズミンメールかな。アズミンメール、ありがとう。ありがとう。おはみん。あ、イヤホン忘れちゃったの。あら、そっか。よくある。私もよくやっちゃう、イヤホン。結構ショックじゃない？イヤホン忘れるの。あ、でも無音だからこれも聞こえてないのかな。おはよう。イヤホン忘れるのやりますね。そう、結局イヤホンなくして、あのワイヤレスだっけ、なんだっけ、あのイヤポッツみたいなの持ってたけど、なくしちゃってからは今はあのアップルの差し込むやつ、紐のイヤホン使ってますね最近。リア君、青いハートありがとう。ともちさん、サックスありがとう。つのさん、バラありがとう。そう、結局ね、タクシーでなくしたキリなんですよ。悲しい。エアポッツ良かったからな、また買おうかなとちょっと思ってる。でもあ、ありがとうね、撮影会楽しかった。私もありがとう。嬉しかった。久々。ありがとう。おはよう。そうなんよ。
ショックだ。あ、アズミンメールかな。私はアズミンメールですね。おはよう。あ、ありがとう、アナザレ公演ありがとうございます。そうなんよ、ワイヤレスなくしたのショック、めっちゃショック。おはよう。まあでも差し込み式でも全然、差し込み式でもいいやって思って使ってる差し込み式でもいいやと思って、新しいのエアポッツ買わずに使ってますね。おはよう。あ、待ち受け、嬉しい待ち受け、ありがとう、浴衣嬉しい。開いたら私がいるんだ。じゃあ携帯、マーキュルさん、だるまさん、ありがとう、ありがとう、夜公演嬉しい楽しかったね昨日、ありがとうね。あ、お仕事行ってらっしゃい。また出ない。うん、そうだね、後半まだだね。あ、あずみ、ありがとう。あずみんメールのね、メールはね、ひらがなだよ。あずみんメール、おはよう。あ、徳島楽しみ、嬉しい、待ってる楽しみ、めっちゃありがとう、楽しみだ、すごい頑張るね。今週じゃん、もう1週間、もうあと何日だ、早い。おはよう。そうそう、振り返ったのはねえねえあずみんなーにーの、そうです、振り返るため。ワイヤレスの利便性知っちゃうと有線つらいな。え、でもそれはあるね。うん、やっぱりね、なんだかんだ有線使える、全然普通に使えるし使ってるけど、ワイヤレスの方がね、圧倒的に使いやすいのは使いやすいから。おはよう。あ、エリアやっぱり見やすいんだね、みんな言ってる。はい、あ、コーヒーイヤホンポチャンって、どうなんだろう、イヤホンってさ、コーヒーなんか落としても使えるものなのかな、使えなくなっちゃうのかな。おはよう。ツイートあげました、嬉しい、見てみる、ありがとうね嬉しい、ありがとう、浴衣撮影会。おはよう、かずかさん、青いハート、ありがとう。あ、ありがとう、昨日の花だれ公演ありがとう、楽しかった。かずかさん、だるまちゃん、ありがとう。さあさんが言ってた研究生のスーキャン、あぜもイエーイってやってる。ああ、サンキちゃんの話か。いや、私はイエーイってやってないかもしれないイエーイってやってないかもしれない。うん、ってやってますあんまり、どちらかというと私もイエーイタイプではないので、そんなにすごく、どちらかというとね、昨日もあれだね、陽キャ
話みたいなのが出てた。 MC で、おはよう、私は何なんだろう、何キャ。あ、撮った写真めっちゃいい、伸びてた。お、本当に嬉しい、わーい。ありがとう、かいわれさんが撮ってくれたからだ。それはいいね、伸びてるの。おはよう。あ、ありがとうね、昨日公演楽しかったね。ありがとう、昼も夜もありがとう。あ、アズインメールをつけて撮影会しにツイートしたいの。うん、見に行く。メールはね、ひらがななんです、私。アズミ、全部ひらがなで、アズミンメールか、全部ひらがなで、ねえねえアズミンかで、ツイートしてくれたら見に行く。ねえねえの絵はね、ちっちゃい絵なんですよ。ねえねえアズミン。おはよう。指先の動きは綺麗。え、嬉しい嬉しい、ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。お仕事いってらっしゃい、いってらっしゃい。ねえねえみんなって言って、僕らが何っていうのは新鮮だった確かに初めてやった、とっさに思いついたまたやろう、話すとき自分が話すタイミング、ねえねえみんなーって。え、でもそう、ねえねえみんなーってとっさに言ったけど、みんなちゃんと何って言ってくれて嬉しかったんです。あれすごい嬉しかった、そのあれだったのに、ちゃんと反応があって嬉しかったです。なーにって。あ、ありがとう、ハッシュタグ岡田あずみつぶやいて。でもそれはね、絶対的に見てますね、ハッシュタグ岡田あずみ。おはよう、陽気な感じする。あざきゃない、そんなんは朝キャはない。あずみステージだとめっちゃような感じだけど、配信はしっぽりしてるよね。しっぽりしてるなあ、しっぽりってすごい、なんかお風呂上がりみたい、しっぽりって単語が。しっぽりしてる。昼休みさん、だるまちゃん、ありがとう。え、昨日のパセリさんのメールめっちゃ気になる、どんなメールだったんだろうソラーさんと話してるところの写真だったのかな。おはよう、ありがとう嬉しい、ありがとう、ステージのあずみ最高嬉しいね。お、ありがとう、見に行くね、写真ありがとうね。ゴンちゃんレインボースターありがとう。おはよう。ねえねえみんなっていついたの。ね、昼公演の感想のところです。昼公演の一番最後に、あの公演の感想を聞かれて、そのタイミングで、ねえねえみんなって言いました。おはよう。そらさんめっちゃ昨日、え、曲中にめっちゃ いっちゃったいっちゃりました、イチャイチャしたってこと。
アリールさん、初見さん、ありがとう。なんかね、割とね、新芽ではないけど、なんかこう目線の先にいることが多いんです、ソラハさん。まず一つが、瀬戸内の妹もそう、ちょうどパッてね、あの前を見たらソラハさんがいるんですよ、奥に。だからあ、ソラハさんだと思って、ソラハさんも私に気づいて、二人でずっとこうやって目を合わせながら踊ってました。ストーチの妹と、あとねサングラスデイズの2番の こういうやつ、こういう振りをするところ、円になって、僕の知らない君がいてみたいなところ、あそこも前向いたらソラさんがいるからいてソラさんだと思って、ソラさんと目合わせながらこうやってやってた、ずっとあそこ、そう、行っちゃった。めっちゃ目のところ結構合う、そう、めっちゃ楽しい、花だれ声楽しかった。リコチさんとも近くて、ヘタレとかめっちゃ楽しかった、リコチさんとうおーってやりながら歌ったりしました。確かにマイカーメンバーさんとめっちゃ昨日はいっぱい、パセリさんともなんか、うん、パセリさんともたくさん、なんか向かい合う瞬間があったな。おはよう。あ、花田で3月か行ってないから行きたいな。え、来てほしい。次7月4日も出演するけど、もうチケットないかな、7月4日だから。来てほしい。またまた出たい、花田で。あ、実はリカちゃんが何年出るのがね、そうなんだ、そっか。でも私ね、大体ねリコチさんとなんですよ、鼻垂れ出てる時大体リコチさんがいる印象がある。うん、オケさんと同じポジションですよね、リコチさん。オケさんよりもリコチさんなことが多いですね、一緒に出た時。サラさん純粋無垢だ。もうそんな感じ、もうそうだと私も思う。ソラハさん好きですよ、私。大好き。ソラハさん、ゆずきちさん、おいハートありがとう。あ、嬉しい、オープニングアクトありがとう、嬉しい、楽しみ、頑張る。そう、ラジオはね、生電話出演ですね、今日のアーメロアール聞いてね。マーキュルさん、青いハートありがとう。マーキュル、配信だけど昨日初めてしていた。そうなんだ、嬉しい、嬉しい、めっちゃ。ね、ラジオでうまみ宣伝してね。いや無理よ。なんかご飯食べんと急にうまみんって言えないです、そんなラジオしてて。いや、どんな子かと思われちゃう、うわみんなんて言えないよ。お便りメール受付
どうなんだ、一応でもなんかあるっぽい感じだったけど。あれっぽい感じだけど、私自身出るのが STU 通信っていうところで出るんですよ。っていうコーナーに出るから、多分ちょこっとだけなのかな。10分ぐらいだから。でもお便りなんか待ってますみたいな文章見たような気もするけど、メアド書いてなかったんだ。ないのかな。何時頃出演か分かんないんだよね。放送自体は5時5分から55分までやってますね。30分過ぎぐらいかな。おはよう。放送自体は5時5分からあります。確かに1月後半以降のね、公演情報、確かに今前半が出てるのか。ありがとう、聞いてね。ラジルラジルで聞けるよ。おはよう、ありがとう。お、初見さん、ライスさん、ありがとう。確かにツアー本格化したらさすがに通常公演。確かにどうなんだろうね。からにゃい。わからにゃいよ。頑張ろう、今日も一日。頑張りましょう。ラジオの自己紹介して、なあざみこと。岡田です。あずみんこと岡田あずみですって言います。出さないよ、あず、あさみんラジオで。 あさみん出さないよ。離れ公演とツアー公演って、違うと思うよ。全国ツアーってこと？研究生も全国ツアーもね、離れ公演も全然ツアー、セトリはね違いますよ。もう昨日さ、ソラハさんにもらったさ、ワッフルがさ、美味しすぎてさ、なんかあれ配信で食べ終わった後にワッフルの動画めっちゃ見てた。ワッフルの動画、ワッフルが作られていく動画ずっと見てました。ワッフルが忘れられなくて。おはよう、美味しかった。なんかワッフルにアイスとかフルーツとか挟むのが流行ってるんだよね今。韓国発祥なのかな。めっちゃ食べたいそれ。ワッフル美味しいわけになるんかな、分からん。あんまり広島でワッフル食べたことない。そう、もう染み渡ってる。 忘れられるもん、ワッフルが。 いやー、多分疲れた体に糖分をあの時補給したから、もうかなり美味しかったです。すごい、またもう一回食べたいもん、ワッフル。東京美味しいのありそう、めっちゃ。そう、なんかね、ワッフルにアイスとかクリームとかこうグッて挟んだやつがね流行ってる。ワッフル美味しいよね。なんか昔はあんまりワッフル好きじゃない
嫌いでもないけど別にそんな好んで食べなかったけど、最近になってワッフルの美味しさに気づいた。なんて美味しいんだワッフルってめっちゃここ最近思うようになって、やばい、昨日食べた。もうだからコンビニ今度行ったらソラさんにもらったあのワッフル絶対買おうってちょっと思ってるもん私のコンビニの買うデザート商品が増えてしまった昨日で、あのワッフルめっちゃ美味しかった。うん、美味しかった。ワッフル生地の美味しさに気づきました。え、しゃぶよあるよね、懐かしいしゃぶよ、行きたいな。あんまり行ったことないよね。いいよね。でもえ、広島にあるのかなフルーツワッフルの店って。そう、一日、確かにお話し会からの公演だったからなかなかなハードスケジュールだったけど頑張ったぞー、頑張ったぞー。 あくびよし、じゃあダチョウ読もうかな。ダチョウ13位、マーキュルありがとう。12位大北美希さんありがとう。11位とっちゃんぼやさんありがとう。10位おキュートさんありがとう。9位あさみちゃんありがとう。8位マケドニアンさんありがとう。7位ウッチーさんありがとう。6位これは瀬戸内の太陽さんありがとう。5位ゆずきちさんありがとう。4位すみっちさんありがとう。3位マッツさんありがとう。2位ゆうゆうさんありがとう。そして1位はゴンちゃんありがとう、ありがとう、楽しかった今日も。今日もってもまだ起きて30分だけど、今日がもう終わっちゃいそうな言い方しちゃった。ありがとね朝配信、頑張ろうね。月曜日1週間の始まり、一緒に頑張りましょうね。確かに6月ラストの週だから頑張ろう。今日ちょっとゆっくりできる。うん、ラジオぜひ聞いてください。アホメロワール、おはよう。あとお話し会の7月17日のお話し会の受付も今日の1時がラストですのでお待ちしてます。3時間目、残り3時間目のみじゃけん完売させたいです。3時間目、待ってます。そう、ありがとう。3時間目、じゃあねえねえあずみんで終わります。のんびりする、ありがとうね、頑張ろうね、頑張ってね。月曜日せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの、なーにー、ありがとうございました。バイバーイおやすみじゃなかった行ってらっしゃいまた夜ね、ありがとう、行ってらっしゃい。